ちゃこんにちは、さゆたかさん、はい、阪神が現在5連勝ということで、はい、オールスター前直前から好調キープしてますね。やっぱりこの打線というところがその注目一つの鍵になってると思うんですけれども、まあそりゃそうやな、まあ、その中でも、はい、ずっと思ってたのが3番7番、はい、まあ、ここら辺が打たないとやっぱ流れないなっていう、うん、まあ、近本も中野も、うん、まあ、その里輝も大山もなんかちょぼちょぼはやっぱこうヒット出てたんだけど、うん、はい、まあ、それが繋がればいいわけじゃない、うん、まあ例えば極端な話よ、まあその試合5本打ちましたと、はい、5本が集中してに5回出ましたと、うん、何点か取れるよね。そうです。で何点か取れると阪神の投手陣っていうのは抑える力持ってるから、うん、それで逃げ切れると、はい、だからちょぼ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 じゃさ、そうですね、1回に1本出たわ、今度3回に2本出たけど点にならなかったとか、うん、まあ、それだとちょっと困るんだけど、はい、だけどなんていうの、3番森下が帰ってきて、まあ、調子を上げて帰ってきた、うん、で7番に木浪を使うようになった。そうですね、はい、でまあ梅ちゃんでもいいんだけど坂本でもいいんだけども、これを8番にしてみたいな、うん、まあ、ちょっとやりくりを考えながら3番と7番がある程度機能してきたら、うん、やっぱ多少良くなってきたね。あ、3と7がまず一つのキーな、まあ、そう、ずっとちょっと見てたら、うん、やっぱ3本問題は3と7やなって、うん、まあ、里取が打てないとか、はい、まあ、いろいろあるかもわからないよ、うん、あるかもわからないけど、でも彼もポイントではポンポンと1本打ったりとかさ、うん、してくれてるから、うん、だからそこら辺はね、まだそこを基準につながっていければ、はい、まあ、いいとしても、ここで7番になってくるでしょ、うん、でも里取が打って3番が塁に出とけばこれがチャンスが拡大になるという、はい、いやだからそのやっぱ3と7がちょっと問題だったなってずっと思っていて、うん、まあ、ここら辺が機能し始めたからなんかこう打線が流れるようになってきたのかなという、まあクリーンアップの状態がぐっと上がったっていうね、はい、こともあるけど、それによって1、2番がクローズアップされてきたっていうこともあるし、ね、うん、乗ってきたというか、うん、だからいい感じで回ってると思うよ。ですよね。でまず森下選手なんですけれども、その3番、はい、まあ、ホームランも出たりとかヒットも出て、はい、バッティングっていうのはあの一時期、まあ、下に落ちてましたけれども、はい、何か変わったんですか。まあ、変わったというかポイントが変わったよね、打つポイントが、うん、やっぱり引っ張れるポイントで打ってるし、はい、で彼はやっぱこう力強く引っ張れるポイントをしっかり持っとかないと全部が全部狂ってくるな、はい、うん、だからそれまではセンターだとか右打ちだとかいろいろ気にした部分はあったのかもわからないけども、まあ、彼は大体引っ張りで入らないとポイントがつかめないタイミングがつかめないタイプのバッターだから、はい、だからそこら辺がやっぱこうしっかりしたポイントで打てるようになったっていうことじゃないの。引っ張りによりこう何でしょう、集中というか、まあ、センターから引っ張りだよね、うん、流しとかでは全くないんですよ。流さなくても遅れたら行くタイプだから。へ、うん、いやだからそれを、まあ、例えば自分の中で引きつけて右とか、うん、あんまりやらない方がいいよ。やらない方がいいんですね、森下選手は。やらない方がいい、自然なタイプでいい、うん、自然じゃないと合わないよ彼は。あ、そうなんだ。だからまあそこら辺ができるようになって多分良くなってきてると思うね、うん、そして、4番に座ったのが佐藤選手ですけれども、はいはい、その佐藤選手もこう初球打ちだったりとかでヒット出始めたり、外のボールなんかもこう打っていったりとか。まあまあそうだね、うん、でまあ、彼に求められているものっていうのは、まあ、長打であったりホームランであったりとかする、まあ、それがちょっと不足はしてるけども、はい、まあ、でもチャンスを広げる、ね、バッティングっていうのもできてるし、はい、まあ、返すことも全てではないけど、うん、まあ、こうなんていうの、満たされることではないけども、はい、まあでもやってくれてる方だと思うよ。その佐藤選手の100とするものの今はどのぐらい。 50% だな。それでもまだ50なんです、ね、いや彼の能力からすると、まあ、40% かもわからんな。まだ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 でやれるし、はい、力は出せるよ。あとどんなことを意識するとさらに佐藤輝明選手と上がっていくんですか。打率だったりとか打てるところだけ待つという他は捨てる追っかけないという、ね、まあ、大体低めの落ちるボール、はい、まあ、これに引っかかるから、うん、だからもう自分が本当に打てるところそこだけ待っとけば、はい、夏場来るから、うん、そこに間違えてくる、うん、だからそれを信じて打っていけば確率は上がってくると。どうしてもその落ちるボールだったり外の低めのだったりを追っかけていくこうなってしまうんですよ。まあ、やっぱり打ちたいという気持ちと、うん、打たなきゃいけないという気持ちがあるから、う
まあ、どうしてもやっぱ振らないと結果が出ないわけじゃない、はい、ね、我慢してこう打てるところだけこう待ってても来なければ振れないから、はい、でも振りたがりだよね、はい、だからそれを少し、まあ、我慢をすれば打てるところに必ずやってくるから、ボールは、うん、ニコニコしてボールが、うん、来たよみたいな感じで打つよみたいな、そうだからそう見えてくるはずだよ。ああ、そうなんですね。だからまあそこまでちょっと我慢したら、うん、まあ、必ず来るから。これ4番っていうことは彼にはすごく合ってるんですか？まあ彼は4番にこだわるとか5番がいいとか、うん、4番がいいとかそういうことはないと思う。やっぱり彼は純粋に打ちたいんだと思う。だからまあもちろんその4番というのがね、どういうポジションかっていうのも彼は分かってるだろうし、いやだからその彼にその4番というねポジションを任してるけども、いやそんなことは4番だろうが何だろうが打たなきゃいけないわけだから、どのポジションでも、まあ、あんまり気にする必要はないよね、はい、うん、あと大山選手、まあ、5番にかかってから、はいはい、そして打ち出してるのかなっていうあれもあるんですけれども、うん、まあ、ホームランもスリーランも、まあ、昨日の試合出ましたけれども、あのね、状態が上がってきたなと思ったのが、はい、1打席目にゲッツー打ったんだよね、うん、はい、で2打席目に同じようなボールをセンターに打ち返していったんだよ、うん、これやっぱこう打つコースを変えてんの。だからそれを自在にできるようになってきたなっていうのがあって、あ、これはもう完全にこうバッティングっていうのは掴んでるし、はい、今シーズンの、あ、だからまあそんなに大崩れはしない、その後こう狙ってホームラン初球打ってるし、はい、だからまあそういう自分が意図するバッティングが多くできてきてるよね、うん、多分狂わないと思うよ、なかなか、なかなか、うん、まあ、一時期あのスランプでも打ち方を忘れてしまったという、まあそうだね、下に落ちたんですけれども、うん、何かじゃあきっかけ掴んだんですかね、まあ、あの状態が上がることによって多少気持ちの余裕もできてきてるし、はい、その自分のバッティングっていうのが一球振ればどこがどうなってるっていう、うん、まあ、瞬時に分かるようにもなってきてるよね、うん、まあそれは高橋宏斗を、はい、まあ、いつも同じように打てとは言わないよ、うんうんうん、あら、なかなか打てんかなそりゃそうですよ、ね、まあ大瀬良とかね、はい、まあ、だけどもあの他のピッチャーで、うん、まあ、そこそこは対等に戦っていけると思う。おお、そして大崩れはしないだろうと、うん、ここから、まあ、今シーズン終盤に向けて、はいはい、あと前川右京選手もなんか一つ感じたなと思いました。これはね、はい、昨日の試合でゲッツー3つ食らってんだよね、先制打を打つ前に、前側が打ってるわけじゃなくて他の人が、でね、ノーアウトランナー一塁で引っ張りたいんだけども、引っ張ったらゴロになるになりそうな感じがしたんだよね。で、あ、どうするかなと思ったら、やっぱね、流しに行くとボールって上がってくれる確率が高いんだよ、はい、そこを狙って先制点を狙っていったかなっていう感じがしたんだよ。あのすくい上げるようなあの形のバッティング、あの左中間に打ったやつ、まあ、岡本が取れなかったけど、あの辺りだけども、普通だったら前側だったら引っ張ることを選択すると思うんだよ、はい、でもやっぱ風もあるし、引っ張ってゴロになった時にゲッツーになるっていう、でも流しに行ったらボールは上がってくれて最悪ゲッツーは打たないと、はい、でも序盤にさ、ゲッツー4つも打てないよ、うん、そのエンドランかけててもバッター空振りで盗塁刺されるとか、はい、もういろいろ本当に攻撃につながりがなかったから、あの一打っていうのはつながりを持たしたな。そうですね、で前側がこれを分かっていて流しに行って先取点取りに行ったら素晴らしいよね。ですよね。でもなんかすごく成長したなっていうのは、前川選手がやっぱその打席とか状況によって非常にすごくバッティングを変えてるというか、なんかそういうのが見られたので、何かこれがね、うん、2番打ってたら必ず引っ張るんだよ。やっぱ上位につながってくる、クリーンアップにつながるっていうか、はい、でも彼のポジションって6番で、うん、ここから打順が下がっていくんだよね、はい、だから自分が返すっていう気持ちに変わったと思うんだよ。だからここら辺の心の変化とか考え方が、多分そうであってほしいんだけど、うん、そうであったら素晴らしい選手だなと思うよね。そうですよ、それができるとしたらね、なんかすごく、なんかこの1年で去年とまた全く違う成長を遂げてるのかなっていう、まあ、であの走ったのはちょ、お前ノーアウトで考えろよみたいな、もったいなかったですね。そうよ、ランナーノーアウト、ランナーセカンド、なおもね、うん、まあ、それで送りバントスクイズでもう1点取れてるわけだからそうですよね。だからまあそうな、ちょっとな、まあ、そこら辺が若さだなって可愛いなと思う、ね、あれバッター心理としては一つでもいけるんだったら、いやそれはさ、セカンドよりサードの方がいいもんね、うんうん、
そうだな、もったいなかったな。そうです、ね、まあ、巨人 の、 あの中継プレーも素晴らしかったけどね、はい、まあ、だけど、まあ、意欲的に走るのあれは攻められないけども、うん、まあ、考えの中からするとやっぱああいう場面でギリギリかなって思うのはもう自重だよな、あそこでもね。そうですよね、うん、まあ、ワンアウトだったらまあ、うん、まあ、ワンアウトもいかんか、うん、まあ、あれはね、うん、まあ、若さかなというふうには思うけどもね、うん、あと他、例えば、まあ、7番に、1つ上がった打順上がった木浪選手だったりとか1、2番を打つ、中野選手だったり近本選手の状態っていうのはこの5連勝の中でどういうふうに見てますか？あのね、まだ伸びしろあるんだよ。うん、まあ、伸びしろっていうか昨日ね、森下と中野のところか近本のと中野のところやな、エンドラン出したんだよね、はい、まあ、空振りしたんだけどで盗塁アウトになった。で近本中野でエンドラン出してんだよ、これも空振りになって近本が刺されたっていう場面があるんだけど、まあ、そこら辺が機能してくると、はい、まあ、岡田監督も昨日はやっぱ序盤にゲッツーが多かったから、うん、やっぱ普通に打たすよりもゲッツー回避した方がいいなっていうような、やっぱそうやって流れを作っていこうとしたのがさ、やっぱ盗塁し2つあったでしょ昨日、まあ、そういう形にはなったけども、まあ、だけどそこら辺がうまくこうはまってくるともっと警戒になってくるな。あ、今クリーンアップが当たってるからクリーンアップ3人で3点取る力があったりだとか、うん、まあ、するからね、今はいいけど、だけどもっともっと良くなるな。あの昨日だったりとかちょっと盗塁手だったりエンドランがはまらなかったりっていうのはそれは例えば昨日だと岸田捕手がやっぱり良かったとか、まあ、巨人側が読んでたとか、まあでも当てられないボールではないんだよね岡田監督がサインを出してる時、はい、まあ、確かにその変化球だったけども、まあ、岸田もしっかり刺したからその作戦が失敗のように思えるけども、うん、まあ、阪神は阪神の考え方として、はい、ここでゲッツー食らったらもうちょっと流れが全然変わっちゃうぞって言ったところに、まあ、出してるんだよね、うん、であれをやっぱ当てないといかんな、うん、バッターはね、空振りしてるようだよ、はい、だから岸田がどうのこうのっていうよりもやっぱこう森下であったり中野がやっぱこうなんとかバットに当ててファウルにするとか、うん、まあ、そういう粘りが出てくるともっと良くなるね。1、2番機能して、うん、でクリーンナップがそれで返す、打点上げる、ただ単に打つ、うん、打ってる最中の空振りとは全然違うから、そうですね、うん、やっぱりランナーを動かしてやっぱどうしても当ててほしいっていうサインだから、はい、だからやっぱそこら辺はね、うん、できる技術があるメンバーだから、うん、だからそこら辺が決まり出すともっと点が簡単に取れるし軽快になってくると。でも良くなってきてるよ、あ、状態上がってきてますよね。全然良くなってきて。木浪選手はどうですか？木浪は一時期ね、春先っていうのはセンターから流すとか、はい、なかなか引っ張ることができなかったんだけど、ここのとこはやっぱこう引っ張る打球も増えてきて、うん、まあ、よくはなってきてるなっていうふうには思う、ね、うん、ここまた7番8番変えるってことはこの後ってあるんですか？いや、もうなんていうの、キャッチャー2人が打てなかったりだとかさ、はい、うん、もう本当に流れ持ってなかった時があったから、はい、やっぱもう一つ上に上げてっていうことを木浪にしたけども、はい、まあでも普通通常通りでいけば、はい、まあスムーズにいくのは去年の、まあ、打順だろうね、木浪8番、まあ、8番、うん、まあ、それでもいいし、そうです、ね、だからそれは状態を見て決めればいいだけの話で、うん、まあ、そんなにはそこら辺で困るっていうことはないと思う、うん、この、ね、阪神 の、 このちょっと状態が上がってきた、特に野手陣のっていうのは、これは、まあ、今8月もなりますけれども8、9、10とこれはこのままもう維持しというか本来の姿に戻ってきたというふうに考えて大丈夫ですか？いや、ただね、やっぱりどっかで疲れが来るよ。だからその落ちた時にやっぱロースコアでどう勝っていくかだよね。そうですね、それが抜けたらまた調子は上がってくる。必ず やっぱり波あるんですか？いや、絶対ある。あのね、連勝の反動って必ず来るから、だからまあそれも見据えて、なんていうんだろう、こう考えとかないと、また調子が悪くなったとかさ、はい、また元に戻ったんじゃなくて、うん、まあ、絶対この状態っていうのは忘れないから選手たちって、うん、1回下がっても必ずまた上げてくるから、はい、同じような状況で、うん、だからこの波をいかに少なくするかだね。そうですよね。だから甲子園が始まってロードに出ていくけども、うん、その時にいい休養を取りながら試合に臨めるといいなと思うけどね、うん、そうですね、やっぱ甲子園で戦うってやっぱ過酷だよ。それからその前にも多少練習もしてるだろうし、だから過酷な暑さでね、それはもう大変だと思うけど、でもロードに出た方が阪神の場合は少し
し楽が、体は楽になってくるかな、負担は減りますよね、負担は減ってくると思うから、うん、まあ、その時だよね、勝負はね。そうですね、はい、あと初戦の巨人戦の時の解説、あの糸井さんだったんですけれども、糸井さんがあの本当にこのクリーンアップを3人その前半にこの2軍1回ファームに落として調整ができたっていうのもやっぱり岡田監督だからこそだし、これがやっぱり後半に状態を上げてくるために前半のあのいいところで落としたっていうのはっていうのは話してたんですけど、まあ、そうなんですか。いや、あの、まあ、それはものはいいように考えた方がいいよ、うん、でも本来であれば、はい、クリーンアップ3人ってそれなりの責任を持ってキャンプから望んでるものが言わせてもらうと、はい、ファームに落ちてる場合じゃねえだろうって、うんうん、は思うよ。だけどそういうふうに今状態が良くて、うん、不幸中の幸いはみんなもたもたして、ね、団子状態にいてくれたっていうことが一番良くてさ、はい、これがさ、まあ、巨人と、まあ、どっかのチームが走っちゃったと、2チーム、うん、追っかけるのにね、7ゲームぐらいで離されちゃったよみたいな、はい、それだったら大変な責任を負うよ。そうですね、うん、だけど、まあ、不幸中の幸い団子状態でいてくれて、うん、もう今やもう手の届くところにまで来てるから、はい、だからそれはもうやっぱ頑張らないとね、クリーンアップはね。そうですよね、なんかまあついてたというか、まあ、ラッキーというか、あ、そうだね、いやラッキーだよ、ね、だから落とさなきゃいけないぐらいの状態にあって、うん、この状態を保ってるっていうのは、うん、もう本当ピッチャー陣に感謝しなきゃいけないし、そうですね、でそれを返していくにはやっぱ少しでも打ってね、うん、あの楽をさせてあげないとね、はい、バランスが取れなくなるよな。そうですよね、うん、まあね、阪神やっぱ阪神元気ないと大阪関西方面もなかなか盛り上がらないので、ね、もう関西出身のスタッフは、うん、なんかちょっとおとなしいんですよね、毎年に比べたらっていう、関西帰ったらね、まあ、そう話題になんかちょっとならないんですよって、うん、もうこれからだから、これから来ますか、これから来るから、もう虎がもう甲子園離れると、うん、ね、阪神が、うん、阪神ファンはなんか我が子を追うように、ね、寂しがるから、そうです、まあ、ここから快進撃だよ、ね、ここからですね、はい、はいはい。